はい。それでは AJCC、えー、本ちゃん、始めます。はい。えー、ベテラン、バイサス、バイサスとバーサス、若手ってことで。まあ、屋根じゃなくて、これは馬の話ですね。はい。えー、ゴールドアクター、バーサス、アケーオンサイバーってことで、行きましょうか。レッツゴー はい、それでは AJCC 出走表行きましょう。アメリカジョッキー C って書いてますわ。わかりました、了解です。はい、行きましょう。えー、っと、ここは、えー、数少ないし、ほぼ人気決着やと思うんで、5頭しか印打っておりません。はい、本命その3つ。 スワローでいきますわ。はい。もう、とりあえずね、去年セントライト一着。はい。で、里のクロニクルが結局その後ね、チャンピオンズカップ、チャンピオンズカップじゃないったっけチャレンジカップか。買ってるんで、まあもうフロックじゃなかったと。はい。えー、ね、福島を走ってるように、福島中山リンクセクツってことで、まあこの舞台走れんことないっていうか、もう実績あるんで、素直に買います。はい。えー、レンジェンドセラー、ダンビライトも、アキオンサイバー。 え、買いましょうか。はい、えー、この物体、えー、ちょっと戻りまして、年齢で見ますと4歳が全然ダメですよ、ちゅうことで。はい、5歳以降、ね、えー、ロえー、なんて言うんですか、えー、ローバイだし、失礼でね。なんて言うのこれ、えー、お年寄りお年寄りだよ、もっと失か。ベテランベテランってどこはい。ベテランが強いレースみたいに見えますけど、えー、過去5年ぐらい調べたら、結局、分けをうんさいが大した馬が走ってこなかった中ちゅうだけなんで。はい。 えー、それ考えると、全然、えー、4歳ば、今回の馬やったら肯定レベルだと思ってます。はい。AJCC ってね、えー、どうでしょう。大体いい3歳の、えー、大体、えっ、ー、と、スワブリチャードさんとかもそうですけど、大体いい、 か有馬記念あるいいはジャパンカップのレイディオールみたいな、うん、あれ使った後ね、結局有力候補で結局その後で休むんですよね。んで結局京都記念とかからね、王道な舞台から中山記念とかですよね。から出てくる馬が多いんで、正直ね、この AJCC で、えー、去年のゼビントみたいな馬ですよね。あるいは未来の翼か。うん。ああいう有力な馬がね、出てくることって、まあないんですよね。で、それ去年でようやく、えー、あ出てきたわ、馬券絡んだわっていうレベルだったんで。はい。一応見ときましょうか。えー、2年前ですね。多分ね、そんなね、秋音ね、 つえもおらんかったんですよね、多分ね。はい、もうほとんどが橋の基本がやっぱ5歳馬以上ですよ、ね。で、4歳馬、えー、サトンラーゼン来ましたけど、このまま中山会えへんのもすでにね、セントライトで示しとったねはい。えー、このまま一番人気ですか、これの時。えー、ベリーさん、中山についベリーさんだけで一番人気、これ。はい、一応ここ目標に多分3ヶ月休みましたけど、結局休んだところでね、セントライトも全然、もうラップ見てる限りね、大手なの分かってたんで、これは、 うーん、こうとあかん、ダミーやなと思ってるんで、うん。正直このまま絡まんかったからって言って、秋4歳が弱いとは限りませんと。はい。で、この時走った秋4歳、このままだけやったんで、もうこれ考えると全然。で、これを、えー、過去2、3年、4、5年かな、調べるとほんまに、えー、4歳は大した部分走ってません。言い方悪いですけど。で、去年ようやく、えー、ゼビンと未来の翼ですね、この中山2200が合いそうなのもたちが、はい、ようやく来たっていうこと。 でそうですね。ゼービンとミラの翼ですね。ミラの翼ドリームジャーニーサンクってことで。で、その前中山2200十分買ってるんで、はい。えー、この馬と、えー、ゼービンとは福島、あるいはセントライト2着もありますね。もう福島中山リンク設定毎回言ってますけども、効率的あるんで、はい。素直に、もう84歳若さから言うても,もうね。こういう馬たちがやっぱ強いと。はい。もうそれ考えると今年はね、 はい。えー、アーケード運にしては、まあ、まあ、レベル高い私が走ってきてくれるんで、もう、この3等でいいでしょう、ということで、押さえときます。はい。えー、なかなかと失礼しました。はい。ミッキー・スワロ本命、問題ないと。んで、何ヶ月明け、喫箇賞からね、十分休み明けて、こう来てるんで、多分本気でしょうね。はい。 で、えー、ミッキースワローもうちょっと言わせてもらうと、えー、賞金が今のところ、えー、3600万ですかね。はい、ありますと。はい。えー、ここね、仮に今年、まあ、ここを負けたとしても、まあ、この後春先負け続けたとしても、一応、えー、今年までかな、ギリギリ、えー、高級スタイトですか、えー、平地収穫賞金明けの際半額になりますね。1800万あってもね、一応、高級っていうか、クラスは落ちませんけど、えー、1800万あったらね、秋、えー、多分この後、このまま多分大道な舞台出てくると思うんで、そうなってくるとね、1800万持ってるだけじゃね、 えー、出走権非常に苦しいです。はい。非常に苦しい。毎一応とかどこで出るのか知りませんけど、1800万やったらね、下手しいコバ相手の賞金やったら除外される可能性あります。そうなってくるとやっぱ厳しいんで、やっぱりここはね、3ヶ月待ったわけですし、多分ここは賞金ガチで狙いに来てると思うんで、ここは本気でいいと思います。はい。舞台も絶好なんではい。で、レジェンドとしては太鼓と。あえー、このとこ、ここ、えー、ルメちゃん。 ねえー、まあまあ、頑張ってますかな。頑張ってくれるかな、今回は。はい、安城、えー、安城賞。えー、長距離式無鉄さん。去年、ゼイビートに着けてますし。はい。えー、この、まあ、2 0 0 0こなせるってことで、仲間2200問題ないと思うと。はい。えー、前走ちょろっと言いましたね。非根幹距離ですが、ニに2 6走れるってことで。 2 0、えー、2 0 2 4 0 0とはねちょっと違うこのね何、えー、て言うんですか距離が違うっていうかな400の倍数じゃない、えー、馬の基本のペースじゃないとこ、えー、こなせてるんでここ2400でも問題ない2200かなでも問題ないってことがもう実績で取るんで上位ですでこの上位2頭は一応、えー、この舞台東が素直に強いんで東,実績、えー、東の実績ある馬たちを素直に抑えておきますはい で、3番手にダンビュライトですね。こののが逆に、えー、前走の走りとか見てる限り2000がベストな走り方、あるいは2400ぐらいですかね、えー、がベストな走り方。逆にこの22がね、えー、ちょっと下手しい、ちょっとラップ的に無関か,かもしれない可能性もありの、えー、西の舞台からの輸送もうちょっと不安ありの。 はい。ちょっとデムちゃんが、えー、ここね、重症なんですけど、えー、ちょっとなんか、また死運転とかしそうな匂いプンプンするんで、はい。ん前走ね、しっかり2000で買っちゃっただけにねん。ちょっと今回お釣り残ってないんちゃうかなと思って私だけでしょうか。うん。 この3頭なんかやったらこのままがダミーやと思ってるんですけど、まあ、ハマる、ハマったらハマるって感じかな、2200ね。個人的に前走の走り見てる限りなん中もう2000できっちり勝てますっていう、なんか走り方やったんで。うーん、2000、24も悪くないんでね。えー、そうですね。レイ・ディオール、奇跡とかね、あ,あと強い前たちに負けただけなんで。うん、これ考えると前目で、ネネバって4着は内容強かったと思いますよ。後ろから他、レイ・ディオールは覗いて、も奇跡とかね、後ろから来とるんで。うん。はい。 このまま3番手までにしときましょう。おそらくこんなかったらダミーやと思ってます。馬券は絡むとは思いますけど。はい。で、一応4番手に昭ンバッハですね。このままね、えー、いつも上がり使ってますよ。まだシューンっていうか、えー、過ぎてないっていうか、デニマンドルビー状態ですね。いわゆる、いわゆるデニアンでか方、デニマンドルビー状態でさ、うんで、 えー、ここ、再度選んだ理由なんですけど、はい。安状ですね。まあ、コアダ・ハツヤさんとかで押していけば続いてるんですけど、まあ、中山とかね、福島が、うん、ある程度実績は分かりますけど、はい。安状が、ケイティさんってことで、今年ね、今年なってから、ケイティさん、ちょっと調子上がってきたんで、重症もう一回変えましょうってことで、中山のケイティさん、今年ちょっと舐めたらあかんと思ってるんで、1月まではね、はい。頑張っていくでーす。はい。一応、さえていきます。で、一応、5番手っていうか、愉快な仲間たちの印、バツ印、糸だけですけど、一応、ゴールドアクター、 やってみましょうはい、えー、この馬中山の22002500強いのはごもっともです中山22002500校舎はごもっともです2回言ったうた、ん、はい悪くないんですけど7ヶ月明け、えー、明らかに休みすぎ明らかに1回使ってからでこの後のローテーション知りませんけどえー、と日経賞出てこんとここ出てきましたえっ、ー、てことはもう春天とかね長距離無関の分かってるの多分使ってきません っていうことは、このまま最大の目標、春の G1 どこ目指しますかって言ったら、最大の目標、多分宝塚記念ですね、共演者で実績やった。うん。ここやったら今年やったら勝てるぞと、北さんおらんし、おばばの外のクラウンに負けただけやと。はい。えー、最大の目標、ここやと思ってるんで、それを考えると、えー、ここは一回、え、使うだけだと思ってますね。ここで無理して勝つ必要ないんで、一回使ってからですね、7ヶ月だけやし。で、多分この後大阪杯かなんか挟むかもしれませんけど、多分一回使おうと思いますけど。 はい。まあ、ここでね、えー、日経賞パスして、ここ。 使っていくのありだと思います。ね。ゆっくり仕上げて。で、ここ2200なんで、距離ね。はい。えー、日経賞とか走るより、ここ2200使って、宝塚芸人と同じラップをもう一回刻んでもらうんと。んで、この後、阪神2000の大阪ハイ、はい、かな。多分走ってくると思うんですけど、そこ走って、阪神にれてもらうんと。はい。2200プラス、阪神経験したってことで、足したら宝塚芸になります。これ。超意地です、これ。うん。勝手な立ち段にしましたけど。ありがとうございました。ってことで、このまま買うんだったら宝塚芸人と私は思ってます。以上です。ありがとうございました。はい。 このもんですかねここは。そんないうことないんですよね。はい。あと、ちょっと他の馬来たりしませんもん。うん。他に来たりします。これ。これは知らん。もう、長老は今回も嫌いと切ったんで、長老でカウンがゴールダクターぐらいなんでね。マショナワッハもそうですけど。はい。もう、正直もう上位3頭で決まっると思ってるんで、私。うん。勝手に、勝手に思ってる。はい。ということで、AJCC は、え主に印4頭かな一応。4頭と、え紐1頭で、合計5頭でいきます。 はい。AJCC は、えー、ね、4サイバー調子悪いで成績ね、勝手に出とるんで、4サイバーに注目します。はい。えー、10万円の行方ですけど、えー、こちら、えーと、誰でしたっけミッキースワローが単勝売れとるんで、こちらもまた流していきますわ。で、対抗レジェンドツラーの短所と、あと生まれんクス、三連服ボックスとと全部一緒です。今まで通りの買い方です。はい。えー、これでいきます。はい。 えー、まあね、ミッキースワロね、えー、ここか担当ってことで、一応賞金、えー、なでしたっけ、オールカマー、茶ねやったっけ、あれ、セントライとか買ってるんで、まあまあ、えー、賞金一応あるんですけどね。はい。まあ、えー、この夏ですか、えー、今年最後の高級制度が確かあったと思うんで、まあまあ、半額になったところで、え、オープンクラス以上出れるんですけどね。はい、まあ、 その言うてる場合じゃないんでね。このままやっぱりね、この地に秋の秋小バとかめ、秋ーバ G ですか目指していくぐらいの能力はあると思っとるんで。はい、こちらですね。まあ、今3600万ですけどね。はい、サブ6万。半額なると秋苦しいってことで。はい、1800万になっちゃうとね、ちょっとやっぱ秋出走券がね、結構苦しいなるんですよね。結構除外出てくると思うんで、秋小バに向けてやったらやっぱりここカットウント。 うーん、せいぜい、そうですね。半額なってでも3000万ぐらい持っとかんと厳しいんちゃうかなと。ちょっとこうカット感とまずいよね。っていうことで、頑張ってください、ミッキー。ミッキーミッキー頑張って。ミッキー頑張って、ここで。ここで頑張るだあかんねこれ。あ、しんど。あ、疲れた。まあ、勝つやろ。勝たんかな。はい。ゴールドアクターがきっかかりですけど。はい、ということで、AGCC は以上で終わります。ご清聴ありがとうございました。